こんにちは、ココです。今日は昨日に引き続きシャグレビューです。今日紹介するのはスタンレーのラズベリーです。前回スタンレーのコーヒー味をレビューした時に一番おすすめが多かったのがラズベリーだったんですよね。で、買ってみました。めっちゃラズベリーの匂いしょ。なんかガムみたいな。なんか今までこういう香りがついてたのはコーヒー味とバニラだけなんですけど、こういうなんかフルーツ系は初です。まさか自分がフルーツ系のシャグを吸うとは夢にも思わなかったですね。すっごい直で匂い嗅ぐとあれの匂い、リポビタンディの匂いする。なんかおじいちゃんって D のことデーって言いますよね。じゃすごいリポビタンデーって言われてたんで、リポビタンデーの匂いが。葉っぱはなんか普通の色。 巻いていきます。なんかフランドリアのバニラ改めて吸ってみたら結構バニラの味しました。 ほのかに。あれ結構いい。やった方がいいのかな。フィルター持ってひたすらこうやってくるくるして、ここを爪でめっちゃ押さえて、これは結構ラズベリーの匂いがする。鼻から出した時もすっごいベリーベリーした匂いがする。なんかこういう楽しみ方もありって思いました。 いつも渋いやつばっかり吸ってて、タバコイコールなんか苦味と、なんだよ、苦味とコク なんか分かんない、黒っぽいやつがいいと思ってたんですけど、なんかそれがコーヒーだとしたらこれジュースみたいな感じ。 こういう楽しみのジャンルもありかなって感じですね。なんかすごいこれ吸ってると女子って感じ、女子力上がった気分になる。いつもなんか黒みたいな感じで吸ってるんで、 たまにこういうベリーっぽいやつ吸うと、なんかタバコっていう背徳感のあることしてるのに、ちょっと女子の要素がある。 多分これ吸ってたら周りの人めっちゃ匂いすると思います。なんかベリー系の匂いするって気づくと思います。いや、これは女子力上がるわ。 なんか結構
私音楽めっちゃずっと聞いてるんですけど、音楽で先になんかこういう気分になりたいって思って、そういう気分になる音楽を聴くんですよいつも。でそういう気分になるみたいな感じなんですけど、タバコもなんかそれがちょっとできるかもしれないと思った女子っぽい気持ちになった時はこれはすごいいいですねこの矛盾なんかすごいワンピースとか着てやればよかったなんか自然とタバコ吸ってる時って気分的にもこうちょっと男っぽい気持ちになっちゃうんですけど、これはちょっといい感じに、こういう感じフフフ面白い、タバコで気分を変えれる。なんか本当にタバコ好きなんですよねなんかある人がタバコにタバコの神様がいるとか言ってて、タバコの神様に感謝しながら吸うとそんなに体に悪くないとか言って、まあ悪いんですけどきっとなんかちょっとそれを信じてるところあるうん、まあ葉っぱ的にはめっちゃ普通、匂いがあるだけで特に苦味も辛味もなく、ナチュラル系、ナチュラル系っていうか吸いやすいやつ。なんかこうどんどん開けっぱなしのシャグが溜まっていくんですよねそろそろ加湿とかのやり方っていうか保管の仕方をちゃんとしないと、なんか普通に乾燥して香りがなくなってなんか吸えなくなりそう。なんかめっちゃ髪切ってみんなに褒められて、まあ、めっちゃ嬉しい。もうなんでもっと早く切らなかった。なんとなく髪切ったからピアスも買いました。なんかロングだとこうなんていうんだろう、ジャラジャラしてるやつつけたかったんですけど、ショートだとこういうなんかシンプルなただの輪っかみたいなやつつけたくなったました。めっちゃラズベリー吸ってんだなって気持ちで、なんか味がすごい、味も香りもすごい強いんで、なんだろう、すっきりします。なんか微妙にこれ香りあるのかなみたいな、か、まあ、ある気がするみたいなやつもあるんですけど、これはがっつりラズベリーです。終わり。最近鼻くそつけすぎだから今日はちゃんとに終わり。